アップアップガールズかっこ2期のシマちゃんこと島崎エリアです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日は昨日ね、なんだっけ、ヘアアレンジをしてみたいって言ってたじゃないですか。あの有言実行的な感じで、いつものいつものよりもちょっとグレードアップしたんじゃないかなっていう編み込みをしています。はい、ハミちゃんとコラボ配信じゃないですね。かわいいってここにいる。かわいい、ありがとうございます。鼻の下が伸びてしまいます。ゆりいつもね、昔から褒められると鼻の下伸びてるよって言われてたんですよ。今思い出しました。月さんかわいい、ありがとうございます。本当なんですよ、お母さんに言われてたんかな、ゆり鼻の下伸びてるよ、こういう顔しちゃうんですよね多分。マリンちゃんハート100個ありがとうございます。なんかあれだって、ちょっとね、こうチケットの情報をちょっと設定お願いしますって来てたから、あれ1個しかないんですけど。どんだけじゃないですよ、1個ですよ。一つしかない、え？あれ？もしかして一つしかゲットできない感じですか？あのね、ショールームの方から2期のねツアーのチケットが買えたんですけど、大阪の1公演しかちょっと見当たらないので、もしかしたらゲットできるのはね大阪の公演だけかもしれない。みんながたくさんゲットしてくれたから。あゆさんファイトありがとう。ゴンタくんさんだるまさんありがとう。ほうほう、 PC だといっぱい買えるように見えるな。あれあれあれ、嬉しい悲鳴なんだけど、ちょっと夜の立ち違いだったらちょっとそんなことはダメだって感じなので、ちょっともうちょっと調べてみますね。チケット、あぶね、みんな大丈夫かーい。あ、違う、あー違う方のチケットをさ、夜のところで買えるようにしちゃったんだけど、違います、ごめんなさい。もしかしたらソールドアウトなのかもしれないです。もしそうであったらとても嬉しいです。ありがとうございます。まだ楽天チケットの方で買える公演もあるみたいなのでよろしくお願いします。今日からあの千葉の SNS 選考、 SNS ですね、 SNS 選考始まってるので、楽天チケットの方でもう消えましたよね、大丈夫だよね。間違えちゃったんだけど今。はい、皆さんよかったらゲットしてください。消えちゃった。間違えたから消しますよ。ありがとうございます。みんなね、このこれゆりの 目がことぶきになってるんだけど、これことぶきって呼んでますでしょ。これ酢だからね、お寿司の酢です。みんなこれね、あのゆりのおでこにあるのことぶきって呼んでたかもしれないけど、酢ですよ。ゆりね、お寿司が好きなんですよね。あ、今気づいたけどさ、酢飯の酢とさ、お酢の酢ね、酢飯の酢とさ、お寿司の酢ってさ違う感じなんですね。
そのお寿司の酢ってそこのお酢の酢じゃなかったんだ、気づき。酢飯好きなんですよね。ナマステー。そうなんだよゆりね、テロップ大体夜ご飯のメニューだからさ、で配信してる時いつもそうだよね。でしょ、よく言われます。あ、鼻の下伸びちゃった。エムステー、面白いね、面白いですね。そう、今日はちょっと豪華や、豪華や。あとね、昨日あの読み返してたい、読み返したいって言った学園アリス、やばいね、読み返しちゃった。キャー、本当に、うーん、面白い、最高です。こんなに面白い少女漫画があるのかと、私はもうドキドキドキがムネムネしております。はい、涙あり、こう何、こうキュン要素もあり、バトル要素もありの。はい、感動です、大感動、大感動、大大大感動の嵐。大根の道ね。いいですね。てか今日ゆりめっちゃ切れてるけど、まあ気にしないでください。はい。はい、皆さんもうね、今日でね、今日じゃない、明日か、明日、明日で8月が終わりじゃないですか。ん、今日かな、ちょっとカレンダー、誰かカレンダー、カレンダー、誰かカレンダーがすぐに出る方いらっしゃらないかな。いらっしゃったりするかな。あ、いらっしゃいましたね、明日ですって。明日でね、もう8月が終わります。皆さん、夏が好き、風あざみ、誰の憧れをさまよう、快速ラビットさん、可愛いをゆりに送ってくれまして、ありがとう。はい、ありがとうございます。ちゃんと身長伸びた、わかんないですよ。わかんないけど、まあ前にも言ってたけど、割とね景色変わってるから大丈夫だと思う。うん、割と景色変わったよ。熊太郎さん拍手ありがとう。マリンちゃん、タコさん、花火ありがとうございます。ピュー、身長系の細工は済みましたか。私はね、真っ向勝負型なのでね、そんな細工はいたしませんよ。はい、真っ向勝負型で挑みます。でも8月中にちょっとこれ測れなそうですね。ちょっとこれは緊急事態、やむを得ない、やむエンターテイメントのやむを得ない、面白かったのでもう一度言います、やむエンターテインメントのやむを得ない事態ですので、まさかご了承いたし、ご了承くださいませ。1センチの景色だいぶ違うよ、だいぶ違う、だいぶ違う。そう、なんかよく言われるのは、ゆりが身長高かったら怖いよって。割とあの学生時代友達によく言われてました。ゆりが身長高いの想像つかないって。そう、もうそうなんだよね多分。
そうだね、本来なら明日か。やむを得、やむを得ません。いいな、エヴァンゲリオンみたいになりたいんだけど。ドゥン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 。今日は青いし、青いの、青はないか。青くないで、ガンダムか青は。ガンダム。確かにね。せっかく伸びたのに9月になったら縮んでたり。あ、それはね、可能性はね、ありますね。まあ一応皆さんにもお伝えしておきますが、8月のね、今の時点でのユリはもうね、絶対的に170センチ以上あるんですよ。だからしょうがないね。今こうやってさ、誰にも会えないから、この170センチの身長をひけらかすことができないんですよ。だから9月でみんながね、揃って身長を測る機会があってね、もしそれで、もしもね、145センチ未満以下だった時は、ああユリア伸びたんじゃない、縮んだんだって、そう思ってください。そうね、今ねこの画角内ではこう伝えきれない身長の高さっていうのがとっても悔しいんですけど、本当にね悔しい。今ね見せたいもん、こうみんな、ここでねユリがねスタンドアップしてね、あの全身映るような画角になったらみんなびっくりしちゃうから、ユリユリがこんな身長伸びてたなんてってね。あんま調子乗るとね怒られちゃうね、ちょっとそろそろやめてきますか。いや、あの実は今デヘペロの新しい言語を考えてたんだけど思いつかなかったから、ちょっと何も言葉が出てきませんでした。出てこない、出てこないよね。ドラえもんのものまね。もうね、待っててくれる人がいるのが嬉しいんだよ、よりは。あんまりね、あの大きい声は出せないから、あのドラえもんゆりえもんってさ、やっぱあの声量があってやっと似てくる感じだから、ちょっとあんまり似てないから、そこはちょっと許して。のび太くん、僕ドラえもんだよ。みんな静かにしてよ。あ、青いからか。あ、今日は青いからか。なるほどね。なるほど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 ねってやりましたよね。マリンちゃん、とうとうありがとう。あ、のび太くん、マリンちゃん、とうとうありがとうだよ。やっぱさ、あのご近所さんがさ、ここにね4次元ポケットがあるのかってちょっと勘違いしちゃうからね。ドラえもんがいると思ってね、ちょっとそわそわしちゃうから、みんなね気をつけないと。シャララララ夢を歌おう、いつまでもそのポケットで。ちょっと歌詞ぐちゃぐちゃだけど、ドラえもん、うらなにぬぬ叶えさせてね、どこでもドア、ピッピピースモールライト。あ、ちょっと今のに出た。トゥトゥルー、どこでもドア、トゥ
猫豚。変な顔しちゃうからやめてください。そのドラえもん好きすぎてちょっと違うよ、これはこれは兄貴のツアー T シャツです。ちょっとドラえもんの匂いがしちゃった。ドラえもんね、あー他にもいけそうなんだよね。じゃあチョッパーよりあんまりわかんないから、もっと自分がわかるキャラクターでちょっと読みたいんだよね。ドラえもんの第二世代ドラえもんみたいなね。ドラえもんの第二世代か。多分ね、メイちゃんがいいと思うんだよね。メイちゃんかしんのすけかコナンくん。コナンくん似てないからやめとこう。いやあのまるちゃんね、ちょっとねあれなんだよ、独特すぎて。もうね、思い出せないな声が。あーイクラちゃんです。僕イクラちゃんです。応用が効かないってイクラちゃん。マルコ、あ待って間違えちゃった。タラちゃんですよこれ。違ってね、そんなの分かってたよね。タラちゃんですよね。タラちゃんですよ。イクラちゃんは僕の友達ですよね。はい、じゃんが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 じゃん。ふぐたくんってもしかして同級生だったりしますか。わかんないな、今ねすごいまだいろんなのが混ざってるんですよね。多分より今やったのってさ、ちびまる子ちゃんじゃないよね。あのカツオ、サザエさんだよね。カツオ、これはねサザエさんで、あ、マス。カツオふぐたマスオです。できないって。船さん、あらカツオ船ですよ。ちょっとわかんないから、想像でやっちゃってるからね、ダメだってば。ちょっとね笑って鼻水出ちゃうからやめてくださいよ。リコーダーないんだからさ、どういうことかわかんないけど。カツオって難しいよね、やってる人あんまり見たことないです。画像だぜ。カツオだよ。あんまりなんかサザエさんとカツオの掛け合いがあんまり思いつかないけど。カツオお財布取ってきて。あれカツオ、あ、マスオさんはカツオ呼び捨てにしてないんか。そう、ちょ最近見てないから。もうちょっと思い出せないねんけどさ。中島くんってあれでしょ、名前は知ってるよ、野球してる中島くん。中
島です、中島です、中島みゆきです、中島です、ちょ待てよ、あ、これは違う、これキムタク、これキムタクさんですね。あ、このネタはあれですよ、ボビーブラウンさん、ボビーブラウンさんです、違います、ちょっとね、リーナちゃんがあのモノマネしてた芸人さん、あー合ってる？あ、全然違う。ボビーブラウンは化粧品、お化粧品の名前。あの、あんまり笑いすぎるとちょっと本当にやめてくださいね。本当に面白いんで。なんで自分が言ったことに笑っちゃうんだろう。そう、トム・ブラウンさんですね。ちょっと落ち着きます。月さん、かわいい、ありがとうございます。これこんな感じなの？絶対違う。合体。ちょ待てよ。なんだっけ、ダメー、カジさんが入ってくるんですよ。これもうね、知ってる人にしかわからないネタすぎて、ちょっと本当にごめんなさい。トム・ブラウンさんはきっとユリよりも全然あの認知度がある芸人さんなので、みんなきっと知られてると思うんです。鼻水をちょっとね、危ないですね。ちょ待てよ。はい、ダメ。はい、ダメ。どっちだっけ。はい、ダメ。はい、ダメ。どっちかかな。静かに行きます。はい。ちょっと。痛い。どうなるんだ。合体。メロンソーダー、失礼いたしました、失礼いたしました。ただいま、いってらっしゃい、ありがとうございます。おいしい、あれ、もしかして、国道さん。声が遅れて聞こえてくるよ。コロッケさん。ちょっと落ち着いた方がいいかもしれない、そろそろ。熊太郎さん、うま、ありがとうございます、美味しいです。そういう意味じゃないよね、もうないですよ。なんかね、パッケージ可愛くて買いました。そんなに、ゆりのレベルってさ、ちょっと割と異次元いっちゃってるから、ちょっとね、面白さレベルっていうのが難しいんですけど、安心してください、面白いですよ。メロンソーダに似たような飲み物、なんだろうな、レモンソーダかな、ジャケ買い、ジャケ買い、パケ買いかな。落ち着きました。ケラケラ笑ってくれ、ありがとうございます。
何の話してたっけ。ちょっとどこに戻ればいいのか分かんなくなっちゃってさちょっと難しいな。スイカジンジャーエールじゃあな、違うな、メロンソーダだなそのままメロンソーダだよこれは。ね、ちょっとサプライズでスイカジンジャーエールドッキリじゃないんだよね。あ、イクラちゃんのモノマネまでも、そうだね、イクラちゃんのモノマネはね、わかんないな。イクラちゃん話してるイメージないから、ちょっとタラちゃんか。オッケー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 、タラちゃんです、タラちゃんです。僕タラちゃんです。似てないかなうなっちゃってるじゃん、もううーんそのなりはね絶対に似てないよねありがとうございます、ゆりゆり、あ、面白いな、ありがとうございます。自信ないな。タラちゃんでラップめっちゃ即興、めちゃめちゃぶり。タラちゃんです、僕は魚の中でタラが一番好きです。カツオが一番のお兄ちゃんで、サザエがその上のお姉ちゃんです。僕は一番下の末っ子です、タラちゃんです。たまに敬語抜けちゃうんです、タラちゃんですちょっと苦情がね、タラちゃんに来ちゃうから、そろそろタラちゃんに退場してもらって、ごめんね、いっぱい言ってもらったのにねタラップと名付けらせましたタラップと名付けてもらいましたね、ありがとうございます。あ、待って、今間違えてたね。サザエさんのね、弟かと思ってました、タラちゃんのことを。サザエさんのね、子供だっていうことを教えてもらいましたあゆさん、お花束ありがとうです、タラちゃんです。ちなみにカツオはおじさんになります。あー、なるほど、あ、なるほど、あ、なるほど、ユイカルチ、なるほどですね。じゃあちょっと修正版タラップいきます。でってってってだけど僕は子供すぎて野球なんかまだできません、タラちゃんです。好きな魚はタラなんです。イエーカモン、あ、イエー、ちょっと陰を踏むのがねですしかなくて、ちょっと思いつかないんでですね、ですで何が陰踏めなんだろうね。つきさん、お花火ありがとうございます。マリンちゃん、うまー、ありがとうございます。くまとろさん、ありがとうございます。ちなっちゃんさんの前でいきなり言ったし、これはやばいですよ。完成度上げていかないとちょっと披露できないねね今日もほっぺ絶好調なんで、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。いつも絶好調でございます。ベムさん、金魚ありがとう、かわいい、ありがとうございますまだタラちゃん残ってるんですけどね。サザエさんの家庭事情ね、ゆりも把握してませんでしたね、ちょっと把握漏れでした、すいませんね。ちょっと他の子、わかめちゃんがカツオお兄ちゃんの妹だってことは知ってるんだけど、ちょっと他の皆さんはちょっと把握できませんでしたねそう、なんかね、一人でいるとちょっとね、なんだろうね、これこの感情は何なんだろう。自分の ボケを誰かに見て笑ってもらいたい感情になるのかもしれないわかんないけど、ベムさん、ハートありがとうございます。完成品どうなる、
これはタラちゃん、タラップはちょっと難しいですね。あのですでさ、あの韻を踏める言葉がちょっとゆりね思いつかないので、そうでも多分この今ね配信をねやるっていうこの機会がなかったら、もうねお隣さんとかねお向かいさんとかにもコン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 って僕の考えたタラップ見てくださいって披露しちゃってたかもしれないので、本当に皆さんありがとうございます。ゆりのタラップ聞いてくださいまして、そしてあの散々あのバカにしてるわけではないんですけどね、ちょっとすごくあのいじってしまってごめんなさい、タラオくん。ショールームでラップ欲発散ですか。結構悪人じゃない、なんていうの、あれですね。あ、アバター新しくなりました。危ないです、危ない人物なんで。トゥ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 、あれですね、多分幻影ギャラクティカをどっかで披露したいですね。アトジャムでアンフォルさんの楽曲をカバーさせていただく予定だったので、これはねどこかでね披露させていただきたいですね。まだね合わせてないんだけど、合わせたのに終わっちゃったんだけど、踊れます踊れます。そんどん感じてた違和感の答えはなんだっけ、もうあるの、いやーツーマンやらせてもらいたいですね。確かに確かに、あれです、キラホレアンフォレントさんの代打っていうか、そしてね入らせていただいたブルーベリーステージですね、で披露する予定でした。そう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 、いいなぁ、ちょっとタラップ完成させたいなぁ。他にできないかなぁ。知らなかったです、キラフレさん結成当時アップガーさんのカバーやれてたんですね。知らなかったです、それは。すごい、そんなご縁があったんですね。二の足やってほしいですね。あ、はあ、もしかしてこのことぶきではないお寿司の巣がサザエさんへの伏線になっていたとは、誰もそんなこと想像していませんでしたね、予想していませんでしたね。これはこれはすごい発見です。言葉が出てこなかった。いやね、考えずに言葉をしてるから、これはとか言ってもね、その後の言葉が出てこないんです。これはっていう感じ。おじゃる丸でもね、パンダさんが曲作ってたからジャンパーとか言ってたよ。すごい、あ、制作人の方もあれだったんですね、共通されてたんです。おじゃる丸はね、我が輩はおじゃるちょっとめっちゃ喉がイガイガした今。あの少量でおじゃる丸をやろうとするとすっごいに危ないですよ、みんな気をつけて。我が輩はおじゃる丸、おじゃる丸です。あれ間違えちゃった。我が輩じゃないってば。
マロだよね。いや知ってたよ。なんでマが入って言っちゃったんだろう。マロはおじゃる丸だよ。ちょっともうわかんない、思い出せない、おじゃる丸見てたの前すぎてよ前すぎてよね。あ、そうだよ、ことぶきじゃないですよ、お寿司の酢ですわーい、何のわーい。たらっと予想できる人間はねいないんじゃないかな。ゆりもめっちゃ即興だからね。おじゃん、あ、これか、おじゃん、おじゃる丸、おじゃんギレンザビソーシ、わかんない、わかんないです、わかんないです。え、何のあれでキャラクターですか。ああおじゃん、串取ってくるおじゃん、どうだおじゃん。おじゃる丸ってこう間が見せてたよね。おじゃ。意味があること。ガンダムなんですね。わ、ガンダムわかんないな。さん可愛い、ありがとうございます。おじゃーかなあ、前髪ですか、もしかしてみんな今のこのめっちゃ一瞬の間にさ、スクショ吸ってくれてるのありがとうございます。でも絶対その中に半目あると思うよ。半目ってこの感じ。ダメだ、今スクショされちゃうからダメですあの見なかったことにしてください。じゃあみんながそんなにねスクショをしたいと言ってくれるのであればいいでしょう。いきます、3、2、1。おー、浮いちゃった浮いちゃった浮いちゃった。3、2、1。あ、下行っちゃった、下行っちゃった。もしかしてスクショこれ逃さなかった、いたのはすごいですよマリンちゃん可愛い、ありがとうございます、うん、あんまり騒ぐと本当にねうるさいんだけどって、こんな人はいないと思いますけど怒られちゃうんでね。おー、行っちゃった行っちゃった、あ、右行っちゃった右行っちゃった、やばいやばい、あんま可愛くないからやめとこやめとこ、やめとこカジさん壁ドンされちゃったんですか。桑太郎さん、月さん、かわいい、ありがとうございます。やだやだ、怒られたくないよ。ゆりね、性格がビビりすぎるので、ビビりバリでブブって感じだな。ビビりバリでブブなね、性格なので、怒られそうになったらめちゃめちゃビビるんですよね。ちょっと自分が騒いでるかもって思ってる時に、お隣さんとかご近所さんのね窓が開いた音とか玄関が開いた音とか聞くとすぐビビるんですよ。外さん、ハートありがとうございます。ハッポッポッ、絶好調じゃなきゃね、毎日絶好調じゃなきゃ、暮らし中じゃありませんよ乾杯します。みんなを支えてる、今までみんなを支えてた
みんなを支えて、今までみんなを支えてくれていた人を紹介します。カフェオレくんです。乾杯。ピンポンダッシュ、あ、待って、ピンポンダッシュね、人様のお家でやったことはないけど、自分のお家でやったことはあるかもしれない。やろうとしたことはあると思う。なんかね、すごい友達とピンポンダッシュしようみたいになって、自分のお家とその友達のお家と交互にピンポンダッシュをしてたような、してなかったような記憶があります。え、アミちゃんも一緒なの？え、それは嬉しい。やっぱさ、あんまり人様のお家でやらないですけど、自分のお家でやるよね。やりますよね。へえ、まさかこんなところで共通点があるとは思わなかった。嬉しい。もしかしてそのお友達ってアミちゃんだったかな。ちょっと待って、そこで面白いのやめてくださいよ。みんなブラック、悪ってめっちゃ感じが怖い、怖い方だしね。神奈川の流行り、神奈川の流行り、神奈川の県民性、やめてやめて。自分のお家でピンポンダッシュするっていうのが神奈川の県民性って、怒られちゃうんでやめてください。ニーナちゃんにも聞いてみようね。いや、ニーナちゃんやったことなさす。あ、でもどうだろう、ちょっと小学生とか若い頃っていうか小さい頃はちょっと悪い感じするよね。え、ゆりゆりは悪いことできない？それはどうかね。私は悪なんでね。そろそろね、配信終わりにしようかなって思います。二度目はこっそり家に帰ってくるタイプは一番悪だ。あゆさん、風呂敷ありがとうございます。お、いいですね。あ、じゃあ明日のテロップは悪にしようか。で、そろそろ今日はちょっとことぶきなんだか、お寿司の寿司なんだからね、わかんないんだけど、今度ね、ちょっと怖い役に変えてみて、ちょうどおでこにね、悪を掲げたいと思います。ありがとうございました。では最後、告知をしたいと思います。光より闇の力に憧れ中学男子。でもより割と中二病なところあるからね、わかるよ。ヒエが好きだし。はい、アパガニキは9月に透明阪線ツアーを行います。はい、こちらのチケットが今ショールームの方ではね、多分これ大阪ですよね、大阪のお昼だけしかねないみたいなんですけど、これはもしかしたら予定枚数が終了したのしていただけたのかなとしたらとても嬉しいですっていう話なんですけど、他にはね、楽天チケットの方でゲットしてもらえる感じになりますので、あ、でもそっちもね、予定枚数終了、名古屋とかもね、そんな感じだった気がします。本当に嬉しい、ありがとうございます。そんな感じで東京、名古屋、大阪、千葉、ん？ショールームでね、もしかしたらみんな買えるのかな、ゆりのところにないだけなのかな、なんでだろう、あれ、
見してしまった発見してしまいましたね、みんなありがとうございます。危なかったですね。これ一番写真がね大阪のだったんだけど、そう一回そこをね押してもらえるといろいろなたくさん公演出てくるんで、そっからチケットゲットできます。危ない危ない勘違いでした。はい、まだまだ販売中ですので、皆さんゆりに騙されずにぜひぜひたくさん遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ではランキングを読みます。13位の方から、サミユさん、ハローさん、アンドハローさん、おゆさん、ケイリップさん、ベムさん、ヤギ沼さん、みかんさん、ヨックさん、GT さん、くま太郎さん、マリンちゃん、1位が月さんです。ありがとうございますありがとうございます。すでは最後に例の例のちょっといいですかお兄さん、例のねあのポーズを一緒にやってもらってね、ちょっと終わりにしたいかなって思うんですけど、いいですかね。はい、いきますよ、せーの、お手島でしたちょっと映画とかに出てきそうなちょっと弱いキャラの真似してみました。おやすみなさーい。